山に登る？山を登る？どっち？皆さんこんにちは、ひろです。日本語を勉強すると誰もが一度は悩んでしまうもの、それが格助詞ですよね。格助詞というのはを、と、に、へ、こういった名詞の後に来る言葉を言います。どこで何を使えばいいのか分かんないよ、そうなってしまう外国の方も多いですよね。今日は格助詞の中でも特に外国人が間違いやすいものを紹介します。この動画を見た後、あなたは格助詞マスターです。説明の前にまずはこのテストを解いてみてください。どうでしたか？皆さんは全部解けましたか？すごく難しかったと思います。もしも全問正解できたならあなたは格助詞マスターですよ。それでは一つずつ見ていきましょう。一つ目、家に帰るために電車に乗ります。にとどちらを使えばいいのかわからない、そうやって悩んでしまいますよね。でも意味は全然違うんです。にというのは何かの目的地のためにそこに向かう、そういった意味を持っています。逆にをというのは何かから離れる、そういう意味です。この場合電車という目的地に乗ります。その目的地に向かうのでにを使わないといけないんですね。逆にをを使いたい場合は電車を降ります、そんな風に言いましょう。にとをで一番難しいのはおそらくこの例文です。山に登る、山を登る、皆さんどっちが正解だと思いますか？実はこれ両方とも正解なんですね。でも少しだけ意味が違うんです。それを説明していきます。山に登るというのは山を目的地としているんですね。一方で山を登るというのは山を一つの通過する場所と考えているんですね。だから山を登って村に行く、そんな風に使うことが自然です。わかりましたか？二つ目、来年学校を卒業します。正解はをです。実はをとから言い換えることができるんですね。それは例えば船が港から出る、船が港を出る、こんな風に実際の距離が目で見てわかるもの、その時にをとからというのは言い換えることができます。この例のように学校を卒業する、そういった場合目で見て距離がわからないですよね。そういう状況ではを使うんです。一方でからしか使えない状況もあります。それが主語が生き物以外の場合ですね。例えば湯気がやかんから出る、こういう文章の場合湯気というのは生き物ではありませんよね。だからからを使ってください。少しまとめましょう。距離が分かる場合、をとから両方とも使うことができます。船が港を出る、船が港から出る、こんな感じですね。二つ目、距離が分からない場合、学校を卒業する、学校から卒業する、それは言えないんですね。三つ目、主語が生き物以外の場合、湯気が夜間を出る、これはダメです。湯気が夜間から出る、こんな風に言いましょう。3つ目、
寒い日にはお風呂にへ入ります。これはどちらでしょう？にとへ、基本的にはどちらも言い換えることが可能ですよね。でも日本語には決まった言い方というものがあります。それがこのお風呂に入るなんですね。これは覚えるしかありません。その他にもバス、車、電車、乗り物ですね、乗り物に関しても乗り物に乗ると言わなければなりません。お風呂に入る、乗り物に乗る、この2つを忘れないでください。4つ目、佐藤さんは部屋で仕事をしています。ニートでというのは場所にいることを表す格助詞ですよね。でも一番の大きな違いはその場所で何かをしているのかどうかなんですね。でというのはその場所で何かをしなければいけないんです。この例文の場合、佐藤さんが部屋という場所で仕事をしているんですね。だからでを使わないといけないんです。でも逆に佐藤さんが部屋にいる、この場合はにを使いましょう。一つ難しい例文があります。庭に木を植える、そして庭で木を植える、この違いは何でしょう？考えてみてください。わかりましたか？庭に木を植えるといった場合、木を植えて庭の中に木がないとダメなんですね。でも庭で木を植えるといった場合、木を植えた後庭の中に木がなくてもいいんです。その木を他の家に持って行っても大丈夫なんですね。にというのはその場所に絶対ないとダメなんです。でというのはその場所で何かをすれば OK なんですね。これがにとでの一番大きな違いです。5つ目、この問題分かった人いますか？実は両方とも使うことができるんです。友達に会いました、友達と会いました。でもこの2つは意味が少し違うんですね。それを説明していきます。友達に会います、これは偶然に会ったということなんですね。約束も連絡もしてないんだけど駅に行ったらたまたま友達がいた、そういう状況です。一方で友達と会うというのは連絡をしたり約束をして駅で会おうね、そんな風に言ってから2人で会っているんですね。にというのは自分から相手に向かった一方的な動作のことを表します。逆にとというのは自分と相手、その2人が一緒にする動作のことを表すんですね。ちょっと難しいですね。この例文を見てください。父に留学のことを話した、父と留学のことを話した、父に留学のことを話したといった場合、お父さん来年留学するね、こんな風に自分の意見を言うだけで相手の意見を聞いていないんですね。でも逆に父と留学のことを話した、お父さん留学したいんだけどどう思うかな、留学？いいと思うよ、こんな風にお父さんと相談しながら話している、それが父と留学について話すなんですね。わかりましたか？にというのは自分から相手に向かう一方的な動作です。でもとというのは自分と相手がする一緒の動作のことなんですね。6個目、鳥が空を飛ぶ、正解はをです。でとを、実は一つの条件が揃うと言い換えることができます。それが場所で何かをするときなんですね。例えば公園で散歩する、公園を散歩する、この時は意味が同じです。でもこの例のように鳥が空を飛ぶ、空というのは一定の範囲がないですよね。そういう場合にはを使わなければなりません。7個目、駅まで自転車で行き、電車に乗った、あれ？これ英語も使えるよね、そう思った方も多いと思います。
使っても意味は伝わると思います。でも正しいのはまでなんですね。例えば駅まで自転車で行きます。駅へ自転車で行きます。この2つは全く同じ意味なんですね。でもこの例文のように駅まで自転車で行き、電車に乗った、最後の目的地が電車なんですね。こういった場合までを使わないといけません。までというのは途中を意味する格助詞なんですね。駅まで、一つの目的地ですね。行った後電車に乗った、最後の目的地が違います。こういう状況ではまでを使わないといけません。8個目、グウィンさんと結婚する、とと一緒に、すごくよく似ていますよね。実はと一緒にというのは格助詞ではありません。でもよく似ているので紹介します。とと一緒に、両方とも誰かと何かをするときに使うことができます。でもと一緒にはある条件の場合使うことができないんですね。それが動詞が明らかに2人以上で何かをするときです。例えば結婚する、2人でしないといけないですね。喧嘩をする、これも1人じゃできないですね。あとは相談する、こういった誰かと絶対に何かをする、こういう動詞の場合はと一緒にが使うことができません。だからこれの答えはグインさんと結婚するなんですね。今日は外国人がすごくよく間違える格助詞を紹介しました。格助詞というのは一つ間違えるだけで意味がすごく変わってきます。でも日本人でよくあるのが格助詞を使わずに話すことなんですね。例えばご飯食べた、普通はご飯を食べたですね。とかお風呂入った、お風呂に入った、こんな感じで格助詞を飛ばしてしまうんです。確かにミスをしないことはすごく大切です。でもそこまでストレスに感じないで、とりあえず使ってみるようにしましょう。あとは日本人の表現を盗んで自分で使えるようにしてみてください。今日の格助詞は特によく間違える格助詞です。その格助詞を何回も何回も復習して、文章の中で使えるようにしてみてくださいね。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。